こんにちは。吉田に喋らせると、ちょっといやらしく思われそうなので、私に変更しました。あはは。おいおい、お払い箱かよ。録画を始める前に、髪型を見たらショートツインがあったので、変更してしまいました。ごめん。無視か。今回は、サブモニターに、キャンディーちゃんの画像を拡大表示させているので、それを見ながら、顔のパーツを変更修正します。最後までご覧くださいませ。じゃあ始めるよ。眉はまずから、あれ、逆だね。まずは眉からです。スライドバーの調整中は早送りにします。ごめん。眉毛の雰囲気は少し似たと思います。眉の中央に R をつけたいんですが、次は目の調整をします。幅を広げたら少し似たように思います。瞳の色も変更したので目は終了します。続いて口を修正します。口はこんなもんかな。鼻を調整すると変になるかもしれないのでこのままにするよ。じゃあ全体を見直して調整していくよ。早送りでつまんだ。頬と顎と眉を細かく調整中です。私ではこれが限界です。次はアクセサリーだ。キャンディーちゃんが首につけているのはネックベルトかな。これが一番見た目で近かったので選んだよ。正直な話、ベルトは似ているものがなかったので独断で選んだよ。黒が一番良かったので、後で黒に変更しました。リストバンドは、似ている赤のものにしました。前に、赤のトレッキングシューズにしましたが、ランブルローズ WX のトリセツを見たら、白っぽいブーツだったので、探してみました。このブーツが候補ですが、他も見てみるよ。やっぱり、このブーツが一番いいね。それでは、キャンディーちゃんに踊ってもらいながら終了します。最後までご視聴ありがとうございました。